メディアの皆様、お集まりいただきましてありがとうございます。また動画をご視聴の皆様、いつもありがとうございます。昨日変異株に感染された、栃木県在住の方が感染されたと発表がありました。この感染された方は県外での確認であり、また濃厚接触者は特定され、陰性であることから、この感染が県内の変異株の感染拡大にはつながらないということでありますが、今後はこうした変異株による感染なども考えなければならないと思います。感染拡大防止には引き続きご協力をお願いします。感染拡大防止にあたって、標語や運動があります。黙って食事をする黙食や、マスクをするときには必ず、失礼しました、会話をするときは必ずマスクをする、会話するはマスクする、会話するはマスク運動、そういった運動をぜひ皆様からも広めてください。格安 PCR 検査、無症状の市民の方を PCR 検査を行っていただくということで、1月12日からこの格安 PCR 検査の予約の受付を開始しました。その予約の受付から2週間で那須塩原市の全人口の 1% に相当する人数分の検体が提出をされました。これまで累計で993件の申し込みがありました。現在は807件の検査が行われています。プール方式でございますので、正確な人数は分かりませんが、約1750人分だそうです。また同居の家族であれば最大5人まで1検体で検査できますが、現在のところ1検体につき 2.2 人分だそうです。今のところ陽性の報告は来ておりません。仮に陽性反応があった場合は、翌営業日には連絡がいくような体制を取っておりますが、一方で陰性の場合の連絡が一部遅れております。誠に申し訳ありません。予約が殺到してなかなか事務処理が進まなかったといった要因がありますが、今後は陰性の場合もできる限り早く連絡がいくような体制を整えてまいります。陰性反応であっても引き続き感染対策にご協力ください。またご心配な方は市役所のコロナ対策室などにお問い合わせください。検査をした翌々営業日には市にも結果が連絡がいくような仕組みになっております。宿泊事業者の方への PCR 検査、こちらは1月は11施設53人、2月は昨日までで6施設11人の申し込みがありました。この宿泊施設従事者向けの PCR 検査は、これまでは従業員の方が病院に行って検査を受けていただくという方式でしたが、今は回収式になっております。また検査代も無料となっておりますので、今後の効果に期待をするところであります。さて、新型コロナウイルスのワクチン接種について、本市では3月から医療従事者の方から始めます。約3000人を対象としており、集団接種会場は三和住宅西那須のスポーツプラザ体育館となります。また国際医療福祉大学病院、緩和病院、那須脳神経外科病院、塩原温泉病院、渡辺医院にお勤めの方は、その
ご自身の勤務される病院での接種となります。3月の中旬からは65歳以上の高齢者の方を対象に接種券の発送が行われます。こちらは集団接種とし、会場は石川スポーツグラウンド黒磯体育館、三和住宅西那須のスポーツプラザ体育館、そして宇都宮共和大学那須キャンパス体育館の3か所を予定しております。その後、基礎疾患のある方、高齢者施設にお勤めの方、そしてそれ以外の16歳以上の一般の方を対象に行っていきます。このワクチン接種につきましては、まだワクチンの供給全体がすべて明らかになったわけではありませんが、本市としては万全の体制で臨んでまいります。括弧1番、令和3年度の市政運営方針についてです。令和3年度における那須塩原市の私の市長としての方針について簡単にご説明をいたします。まず来年度、令和3年度の前に今年度の令和2年度の総括をさせていただきたいと思いますが、今年度、2年度はもう世界的に新型コロナウイルス感染症対策に奔走された1年であったと思っています。本市ではいち早く事業の見直しを行い、財源を早期に確保し、実質無利子融資などさまざまな施策を行ってまいりました。またコロナ禍でも持続可能な観光業が行えるよう、持続可能な観光モデルや自治会のガイドライン、イベントのガイドラインといったものを作成しました。これら観光、自治体、自治会、イベントについては、単に今は感染者数が少ないから事業を行ってもよい、感染者が多いから自粛をしてほしい、そうした感覚的に行うのではなく、こうした条件やこうしたこのような条件を行ってくれれば、守ってくれれば、基本的には事業や活動も行ってくださいといった持続可能性を根底に置いております。また PCR、 市民向け格安 PCR 検査も現在行っております。那須塩原市だけではなく、大田原市や那須町といった生活圏が同じである地域、この北那須の住民の方、市民の方を守るということで、非常事態宣言等の目安となる北那須モデルの作成も行いました。来年度の施政方針も、このまずは新型コロナウイルス対策、特にワクチン接種がまずは大きなミッションとなることが予想されますし、新型コロナウイルス対策だけではなく、さまざまな議論がされていますが、東京オリンピック・パラリンピックや国体のプレ大会も控えております。そしてもう一つ重要なのが、今年度コロナ後の社会の在り方、コロナ後の那須塩原市、そうした先を見据えた政策も必要、見据えた政策が重要になってくると思っています。この新型コロナウイルス感染症により東京一極集中是正の流れが出てきました。本社を地方に移転したい、また省庁の一部移転や国などの研究機関の移転、そうした議論も少しずつ始まってきております。そうした分散型社会を那須塩原市では先に見据えて、しっかりと準備をしていくことが重要だと思っておりまして、その布石を打ってまいりたいと考えております。今年度は自由登校や分散登校など多くの市民に助けていただきました。マスクの提供や消毒液も多くの方々からご寄付いただき、市も助けていただきました。こうした市民の方、事業者の方々との信頼関係は大きな財産であることを
気づかされた1年でもありました。これからもしっかり全力で臨んでまいりたいと考えております。括弧2番、令和2年度3月補正予算の概要についてであります。今回の補正予算は事業費の確定等に伴う歳入歳出予算の過不足調整、新型コロナウイルス感染症対策に必要な経費等について予算措置を行うものであります。これにより歳入歳出それぞれ9億6751万円を減額し、令和2年度那須塩原市一般会計歳入歳出予算総額を660億8213万3000円とするものであります。括弧3番、令和3年度当初予算の概要について。令和3年度は第2次那須塩原市総合計画前期基本計画が5年目を迎えることから、これまで取り組んできた各施策の目標を再確認し、その達成に向け進捗状況や残された課題を的確に捉え、将来像の実現に向け一段とスピーディーに施策を推進していく必要があります。また市税等の大幅な減収により厳しい財政状況が見込まれる中、新型コロナウイルス感染症対策など喫緊の課題にも迅速かつ柔軟に対応していく必要があります。予算編成にあたってはコロナ禍においても持続可能な財政運営を図る必要があることから、事務事業推進のキーワードを時代の変革に対応した持続可能なまちづくりとし、引き続き安定的な行政サービスを提供する一方、ポストコロナ時代の到来を見据えた施策を推進し、市民が安全に安心して安定した生活を送るための予算としました。こうした基本的な考え方を編成した令和3年度一般会計当初予算案の総額は490億円です。括弧4番、新型コロナウイルス感染症による市内事業者のための給付事業の拡充について。市内の事業者が的確に感染拡大の防止策を行い、将来に向けて安全安心な経営を行うようにするため、現在の3密防止設備整備助成金の給付事業を拡充します。具体的には助成金額の引き上げや対象となる業種等の拡充などを行い、申請期限を3月31日まで延長することにより、事業者がより積極的に感染予防を行い、消費者も安心して事業者の利用ができるようにしていきます。括弧5番、令和2年度那須塩原ブランドの新規認定について。那須塩原ブランドにこの度新規で1品目認定をしました。今回の認定品は鈴木レザー産業株式会社の那須野ヶ原牛です。続いて括弧6番、大田原市及び那須塩原市における広域連携バス路線の整備についてです。2市が連携したバス路線の整備を行い、4月1日から広域連携バスの運行を開始します。連携対象バス路線の愛称を N コネクトと命名し、那須塩原駅と西那須野駅を接続拠点とした乗り継ぎを向上するなど、シームレスな公共交通網の実現を図ります。最後に括弧7番、市民参加による気候変動情報収集分析事業宇都宮大学生報告会についてです。宇都宮大学との友好連携協定に基づく連携事業として実施した市民参加による気候変動情報収集分析事業に参加した宇都宮大学の学生による報告会を
オンライン形式で開催します。当日は宇都宮大学の学生による 各分野への関わり等などの発表と、学生とコメンテーターによる気候変動影響への適用についての意見交換を行います。発表は以上となります。